ストレーニングは意味がない、そりゃここまでやらなきゃ意味ありません。できたらミックスボイス、ぜひご挑戦ください。ボイトレクエストへようこそ。本日もお越しいただきまして誠にありがとうございます。 YouTuber ボイストレーナーゲンです。さあ今日もやっていきたいんですけれども、ミックスボイスを身につけていこうということで、本日からですね曲を使ったトレーニングをしていきたいと思うんですけれども、皆さんミックスボイスを身につけたいのなら、曲の中でトレーニングしていくっていうのが、そのスピードを加速させる鍵になります。なぜなら曲の中のメロディーラインっていうのは1曲の中でめちゃくちゃ動きます。そこでミックスを操れるようにするトレーニングをガンガンしていく。さらには歌詞もいろんな言葉が出てきます。それでも使えるようになれば相当トレーニング効果っていうのは上がっていく。でもただ曲を歌っていればいいわけではありません。ボイトレクエストでもやってきているリップロールからミックスボイスにつなげていくとか、絶好のトレーニングであったりとか、ストローボイストレーニングでミックスボイスから地声も吐き出せていけるようにするようなトレーニングっていうのを、曲のメロディーライン、曲の歌詞を使ってやるっていうのが本当に大切になりますので、この先絶対一緒に一回まずやってみてください。これがボイストレーニングだということです。使っていく楽曲はこちら、ジャジャン。前回はねヒロさんのカラオケを紹介していきましたけれども、お兄さんですね、ワンオークの Wherever You Are を使って、ね、トレーニングをしていきたいと思います。ということで、このチャンネルは YouTube ボイストレーニング、ボイトレクエスト、クエスト形式で皆さんにボイストレーニングを提供して、それを一個一個クリアしていっていただけると A 声になっていきますよということで、これを見てくださっている皆さんはもう僕の生徒さんということで、絶対に皆さんの能力を開発していけるような動画を提供していっておりますので、ぜひチャンネル登録をして参加していってください。では今日もいってみましょう。はい、ということで曲の中でトレーニングをしていくんですけれども、どういうトレーニングをしていくのか、ここ最近ミックスボイスのためのトレーニングいろいろやってきましたね。リップロールでミックスボイスを出したりとか、声門閉鎖力0100を覚えたり、ストローで地声にしていったりやりましたので、そういったことも全部曲でやっていきます。さあこの図を見てください。はい、これは声門偏差0100で、僕が示した図ですね。以前はこれをドからドまでみたいな感じで、だんだん音程が上がっていくにつれて声門偏差はこうやって移行しますよという図でした。今回はですね、これ今日やっていくメロディーをそのまんまあのグラフを音程一個一個切り替えながら出しました。歌の練習をするときには基本的に楽譜を見てそういったことをイメージしていきます。さらにこれは言ってみると、どれぐらいのパワーバランスでここを出していくとミックスボイスになっていくかっていうことをもう表してます。それを頭にあった方がイメージしやすいです。なのでこれらを今日はまず A メロですね、どこまでいけるか、いろんなトレーニングをしていきたいと思います。では今日使っていく図を流しながら、まあ、そこのパワーバランスで一度歌ってみますので、まあ、ちょっとこんな感じかなと、参考に聞いてみてください。 I'm telling you Oh yeah Hi softly whisperTonight, tonight, you are my angel. Hey, してるよ. Oh yeah, 二人は一つに. Tonight.Tonight, I just say. こんな感じですかね。まあなので結構出だしのね、はーいのところから卑劣軟骨は開いた状態でミックスをできるだけ地声に聞こえるようにしていく。原曲ぜひ聞いてみてください。かなりウィスパーですね。なのでそれだけ息が流れてくれてるところは G シャープでも卑劣軟骨が開いている、裏声じゃないんだけど地声寄りのミックスっていう感じですね。というところをトレーニングしていく練習をしたいと思います。はい、では始めていきたいんですけれども、この曲は、まあ、もちろんワンオクさん高いので
すぐ出ないっていう方もいると思います。で、トレーニング曲ってどういう曲を選んだ方がいいのかっていうとですね、自分の限界よりも1個2個3個ぐらい高い曲を選んだ方がいいです。なぜなら音域を伸ばしていくためにはそういった筋トレをしていかなければいけないです。なので今すぐ自分が楽に出る曲ばっかり歌っていたら高音域に必要になる声帯の周りの筋力っていうのは全く鍛えられませんので、今すぐ出ねえよっていう人も裏声のパワーを上げていくとか正しいトレーニングをしていくといずれ地声にそこがつながっていくようになるので、そういった意味合いを頭に入れてやっていってください。では最初どういう風にしていくか、この曲まず基準になるのが A メロはやっぱ出だしのソのシャープです。ソのシャープのパワーを今日はリップロールで覚えていきましょう。こんなトレーニングでした。こんぐらいかな、ここまで上げてったらミックスの 80% くらいの力になってるかなっていうところまでまずは持っていきましょう。裏声から閉鎖力を上げてって80ぐらいいきましょう。3、2、 OK です。この感覚をまず覚えてください。もう一回やってみましょう。裏声から3、覚えたら今度は一発でその音を出します。いきましょう。3、はい、そう、 80% のパワーを一発で当てる。3、はい、そしたらこのメロディーに当てはめていきましょう。今のパワーからソのシャープの時には今覚えたパワー、それよりも下になるメロディーが続くので、下になる時にはちょっと抜く。で、ソのシャープに戻る時には一回出てからまた戻すっていう感じですね。閉鎖を音程に合わせて操っていきます。じゃあ最初の音だけもう一回思い出してください。3、はい。じゃあ、ここまで行ってみましょう。出だし、そのパワーから3、はい、そう、最初と一回降りたらもう一回上がってっていいんですね。で、その後ゆーくーでそのシャープ戻ります。覚えたパワーから下げてからまた上げて下げてもう一回上げる。もう一回行きましょう。3、OK、 3、はい、これ今のはリップロールでちょっとやりましたね。じゃあこれをリップロールを今度ファ、言葉をファにしてみましょう。こんな感じ。ファファファ、同じパワーバランスでファっていう。じゃあリップロールファ、リップロールファやってみましょう。さ、じゃあこのファでファファファ3回連続。3、はい、ファファファ、はい、これでファファファで歌っていきましょう。そのシャープの時にそのパワー一回やってみると、ファ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 、はい、覚えたパワーにそのシャープは統一していく。そこから下がっていくところで落ちていく。いってみましょう。3、はい、ファ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 、もう一回。3、はい、ファ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 、 OK、 休憩。あー、ここだけでね、なかなかですね。まあやっぱ G シャープ、そのシャープでやってるんで、そもそもがなかなか高いんですけれども、まあ裏声の強い量になっちゃってもいいし、ミックスでもいいと思います。ただ力んだ地声に行っちゃうのは絶対違うと思うので、ファ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 、一回力んじゃうとですね、絶対抜けない人間になっちゃうので、まずはリップロールで絶対下がった時、もうミなんてちょっと裏声に聞こえるぐらいでもいいので、絶対に下げていく。パワーバランスは下げていく。声門閉鎖は80から50に下がってるっていうのがポイントなので、そこ気をつけてください。次、
おいえーですね。ここも今日は同じ練習をします。50でまずは身を出す、裏声から身まで上げていきましょう。地声に聞こえるギリギリの優しいところで OK だと思います。ガリガリの地声までいっちゃうとちょっと雰囲気全然違うので、裏声でもいいぐらい、かなり地声なんだけど裏声寄りのミックスと思ってください。じゃあ徐々に上げましょう。3、はい。こんぐらいかな。で、そうですね。じゃあリップロールで OA のメロディーを言ってみましょう。3、はい。3、はい。ラスト、はい。でこれをファファファでやると、ファファファ。3、はい。ファファファ。でドシャープの時に、息に抜いてっちゃう。こうすると語尾も綺麗になりますね。じゃあ、ファファファー。3、はい。ファファファー。3、はい。ファファファー。OK です。はい。ので、これもリップロールでここまで全部つなげるっていう練習。そして今やったファーですね。でまずはリップロールで正門閉鎖のパワーバランスを操れるようにする。さらにはファファファでできるようにする。そしたら歌詞にする。プルーハイプルーハイアイムのハイ、このパワーで言って I'm telling you。最後息で抜くっていう感じですね。歌詞でやってみましょう。じゃあ最初の音 I'm をリップロールから I'm に変換しましょう。こんな感じ。プルーハイプルーハイ3、はい。プルーハイプルーハイ OK。 じゃあその流れから I'm telling you歌詞にしていってください。いきましょう。3、はい。I tell you how I OK。 はい。という一連の流れ、休憩しましょう。はい。ということで、ボイストレーニングを実際に受けたことがないという方はですね、あ、こんなことやるんだという方もね、いるかもしれませんけれども、ボイストレーニングっていうものの曲の中で、正門閉鎖力0100を身につけましょうって言ったら、やっぱメロディーを使ってやるっていうのが、能力を開発するのには超大切です。ということで、引き続きやっていきましょう。次のメロディー、I softly whisper ですね。ここの時も、まあ、ほぼ同じです。はい、この流れですね。で、一番一つ追加されるのは、ソのシャープまで落ち込むんですよね。ここは、どんなに正門閉鎖を下げていっても、ほぼほぼ裏声になることはないので、まあ、こういうグラフにしてあります。まあ、B はギリギリ裏声になるかなというところですね。なので、ここはちゃんと抜いとかないと、本当にダサいです。こんな感じ。I softly whisper 最後抜いてないとみたいな感じに、雰囲気壊れちゃいますよねっていう感じなんで、 I softly whisper 最後ちゃんと正門閉鎖抜いて息が流れるようにして吐息で終わっていく。原曲聴いてくださいということで、もうね、タカさん、もちろんでね、この前のヒロさんもね、もうそんなの当たり前に出ちゃうんですよ。もうすべてのプロの人たちっていうのは、この辺が勝手にできるようになっていくっていうのは、こういうのをね、意識してるっていうのはあります。じゃあやってみましょう。さっきと一緒。まずはリップロールで、プルプルプル I の I はそのシャープですね。一発でちょっと出してみましょう。さっきのパワーバランス思い出して出そうとしてみてください。3、
OK。で、そっからだんだん下がっていく。行ってみましょう。メロディーラインに合わせて一回やってみましょう。さ、はい。最後、息で終わる。リップロールも息で終わる。もう一回。さ、はい。そうです。もう、シのウィスパーの、この時からもうほとんど息だと思ってください。ので、ここは低音がポイントだと思ってください。じゃあ、ファー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 。ファで言ってみましょう。さ、はい。ファー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 。息で終わる。さ、はい。じゃあ歌詞に変換しましょう。さ、はい。はい、softly whisper。OK。もう一回歌詞一発目。覚えてるの出そうとして。さ、はい。はい、softly whisper。ラスト。ということでね、これやっぱほんと幅広いですよ、この曲。ソのシャープ、頭が高いソのシャープから、オクターブ下のショのシャープまで下がってくる。その時ずっと正門偏差が一緒だったら、いやいやいや、やばいっす。こんな感じですね。I softly whisper。 もうね、全然、抑揚がついてない。じゃあ何でつけてるのって言ったら、今言った正門偏差ですね。ちゃんとあるべき正門偏差に持ってくる。この丸がかついて囲ってあるとかですね。一番低い時にはそこまでと思っておいてください。じゃあ次行ってみましょう。tonight のところですね。tonight のところはもうこの低いところが連発します。ということで、もうここはまずは相当抜いとく。この曲の低音域っていう感じですね。まあ実際男性にとっては中音域なんですけれども、タカさんはこの辺もうほとんどウィスパー、息で歌ってるような感じ。正門偏差開けて、抜いて、卑劣軟骨を開いた状態。じゃあこれもリップロールでいってみましょう。最初の音、相当抜いて出す。3、そこからドのシャープ30ぐらいのパワー、地声になるギリギリと思ってください。じゃあここの2つの音だけ、そのパワーを覚えたら、一回下がってから上げる。tonight 行きましょう。3、はい。3、はい。じゃあ、ファファファで。ファ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 ーで抜く。3、はい。ファ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 ー。3、はい。ファ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 ー。じゃあ、tonight。3、はい。tonight。 最後息で終わる。どのシャープなんだけど、正門閉鎖緩めて終わっていく。3、はい。tonight。 3、はい。tonight。 次ミまで行くので、ちょっと50ぐらいまで上げましょう。リップロールで3、はい。そこから徐々に落としていく。そのシャープまで落ちていきます。最後息で終わる。3、はい。3、はい。tonight。 ここだけ歌詞で3、はい。最後息で抜く。3、はい。tonight。 ラスト3、はい。そう、最後を落とす。で、ここでまた You are my angel ですね。ここでまたまずはリップローリドのシャープから、でもほとんどウィスパーですね。いきましょう。3、はい。
じゃあここも You are my angel さん、はい、You are my angel さん、はい、You are my angel OK、はい、まずはなのでここは全体的に低音域、息をほとんど流していって抑えていくセクションだと思ってください。だから次、愛してるよ。ここがまた浮き立っていくって感じですね。ここは抑える。息で歌っていく。で、一つだけ補足をすると、You are my の、You are my の You の時だけ、エッジボイスですね。ここ声帯締めといて、って音を出してから You are my You are my angel。 これね、だからむずいんですよ。締めたところから抜いてウィスパーにしていかなきゃいけないんで、これなかなか難しいエッジボイスだと思いますね。もし入れられたら入れていこうと思ってください。休憩です。はい、ということで今日はトレーニングここまでにしたいと思います。エックスボイスを身につけていくため、やっぱ曲の中で奏でて覚えさせてしまう、で Where you are がこういった感覚を覚えた曲になれば、発声で詰まった時にこの曲に戻ってくるとまた思い出せるっていうことが一つ起きやすくなってきますので、課題曲っていうのは簡単に変えない、一曲をボイストレーニングの発声の中身をできるところまでやるっていうのも大切だったりします。そしてこの曲はですね、常にカラオケのランキングにも入ってくる息の長い曲だと思いますので、まあ、皆さんもですねお箱にしちゃいましょう。で、今すぐ元気で歌えない場合は、今日やってるトレーニングをマイナス1、マイナス2、マイナス3と下げて、同じようにパワーバランスをそのキーで意識してやってみてください。それでかっこよく歌えるんだったら全然 OK。 ただ音域を伸ばすトレーニングをしていくためには、今日やったトレーニングを元気でやっていきましょう。で、夏までに1曲をミックスボイスのトレーニングを混ぜながらワンコラスやっていきたいと思いますので、次回はこの続きですね。今日はリップロールからファのトレーニングでしたけれども、これまでにやったボイストレーニング曲の中でいろいろ織り交ぜて、皆さんの今抱えている課題、曲の中のメロディーでも改善していくためのトレーニングね、結構ね、すごい我ながら、これ YouTube 見ながらもね、一人一人がまずはトレーニングできるんじゃないかなと思います。そして、まあ、今のところね、まだまだね、そんなに大きくないチャンネルですし、あ、2、3個前の動画が僕の中の動画の中ではなかなか高評価をいただきまして、登録してくださる方もどんどん増えてきておりますし、コメントもね、励ましのコメントもいただけまして非常に嬉しく思っておりますね。できる限り、質問なんかをしてくれた方にはですね、丁寧にお答えをしたいと思いますので、もう本当にね、できるところまでは返信していきます。もしね、できなくなったらね、僕の全ての仕事をやめてね、返信だけに、ね、なるかなとか、そんなことはないですけれども、できるところまで返信しますので、まあ、ぜひですね、いろんなことを聞いていただきたいと思いますね。それがね、非常に役に立つんですよ。今皆さんが困っていることをですね、また僕が考えて返信をします。そうするとですね、やっぱり今まで引き出しにあったもの、何をこの YouTube に伝えていこうかなと思っていることがですね、そこでまたこう引き出されて、あ、そうだそうだ、これ伝えようっていう風になってますんで、結構ね、コメントしてくださった方の質問に対する回答のボイストレーニングの回っていうのね、今までもあったと思いますし、これからもそうしてこのチャンネルを作っていきたいなと思ってますので、本当に見て一緒にやってくださっている方は生徒さんということで、どしどし質問をしてこのチャンネルを盛り上げていっていただければなと思います。ということで、しばらくですね、親が言うワーを克服するミックスボイスをここで身につけるトレーニングを一緒にやっていきましょう。ということで、今日もこの、動画良かったなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。東京都杉並区浜田山のオトニーミュージックでは随時レッスン生を募集しております。こちらの方をご確認ください。なお、ストリートアカデミーというサイトの方でも基礎講座を開講しております。ご興味ある方はぜひお申し込みください。